はい、こんにちは、こんばんは。明けましておめでとうございます。ゲーム動画でいこうです。本日収録日が2019年の1月6日。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青。今年初めて収録になります。始めていきましょう。はい、そしてですね、こちらも新年公式戦、8年目初めての公式戦、フォルティール浜松戦です。フォルティール浜松はですね、昨年6位のチームでして、戦力見てみると、下は D が多いんですが、上は S が複数ある選手も目立ちますね。目立つというか、1、2、3人か、そんなに多くないんですが、まあ、強力なチームです。まあ、こちらも昨年ジャパンカップ優勝してますからね。勝って、いいスタートを切りたいと思います。さてですね、選手ですが、クラリスっていうのが新たに獲得した選手ですよね。じゃあ、クラリスを入れてみましょう。くるみと緑の入れ替えて。サチコを入れよう。花火も新たに獲得した選手ですよね。その後、節子を入れ替えよう。これで始めていきましょう。キックオフです。ホームで試合ですね。こちらの方が勝率は上回っております。おっと、なんか早くも点数取られてるし。本丸か。おっと、ファールだ。さあ、14分ですね、試合開始から。今、作業しながら動かしております。おっと、危ない。もうちょっとだったのに。危ないってことはないか。味方だから。さあ、くるみに渡ったが、ちょっと角度が悪い。流れた。流れちゃいましたよね。
さあ右へ。んと、これは。一進一退だな。これは取られちゃうよな、そら。さあ、速攻決められるとちょっとやばい。右へ。さあ、守備が速攻できるか？金子。おーっと、これはピンチです。さあ、と、はい。これを取ればチャンスなんだが、前半終了ですね。まだですね。さあ、このツートップが生きる日が来るか。逆に取られた。本丸早い。一度出して、シュートを打つ。ああ、危ない！いや、わずかに右にそれました。丸がマークしていく。弾かれてしまった。ちょっと選手交代のタイミングを見計らっています。ちょっと変え時ですね。萌えかな。クライス抜けられた。おっと、中央も中盤も変え時です。ここでミオを投入です。サヨを入れましょう。さあ、ナーコが奪いました。せめて同点には追いついてほしいが、さあ、ナーコ上げる。ちょっとこれは届きにくいが、相手が逃れましたね。さあ、ここで選手が3人入れ替わります。一気に交代枠を使い切りました。ナーコ、本丸に抜け合えた。ヘンリケがしつこく追う。ファールを奪った。結構痛い。これは、美穂が怪我をして担架に運ばれてしまった。さあ。おっと。相手、カードなしかよ。くるみ。で、カードなしか。さあ、エンリケと宮中戦から。あーと、本丸に渡ってしまったが、ここは防ぎました。さあ、一気に攻めてほしい。これはナイスパス、ミオ。ミオ抜けろ。あーっと。相手を必死に逃れます。これはうまい。さあ、くるみ。わーっと待った、同点。くるみがサイドから上がって、そこに待ってた緑が一気に決めました。さあ、これで、まだ、勝ち越しのチャンスありますよ。さあ、サヨが奪った。いけいけいけ。サオもほとんどもスタミナ残っていない。ナーコ。さあ、チャンス。緑。ああ、ちょっと奥深い。しかし決めた。逆転。緑が大活躍ですね。うまいパス。ちょっと角度が厳しかったが、しっかり決めていきました。7個の、パス、ラストパスも見事でした。もうほとんど時間はありません。試合終了。開幕戦勝利を使いました。
始まってもう3分で決められちゃいましたからね。この時は本当にどうなるかと思いました。エンリケから本丸、その後は一進一退の攻防になります。オッティ、これも危なかった。相手の方が本当に攻めてますよね。金子に取られたんだが、本丸、ブバンカ、本丸、これわずかに右にそれてピーチを逸しました。そして後半22分、エンリケにミホが怪我で担架で運ばれてしまいました。この後の試合が心配です。そして後半37分、このくるみクロス見事、早い確率に決めた緑も見事でした。そして最後7個からパスが渡ってきて、これはなかなか守備のマーク厳しかったんですし、角度も苦しかったんですが、キーパーの横を吸い抜けてきました。見事に開幕戦勝利を飾りました。さあ4週間ですね、捻挫で済んでよかったです。さあキャピタル東京すごいですね、5点差。相手はなるほど、メンソレ那覇ですか。だんだんと順位が落ちてきてる感じですよね。エルドアド王子はなるほど、函館ペンタゴン、結構上下の差が激しいですよね。富山ミラージュいたっけな、富山ミラージュは上がってきたんですね。確かに犬2の時もかなり強いチームでしたしね。コーチシマントス、やりました。さあそしてヤン選手の獲得に動いていたんですが、残念ですね。5000万はちょっと高い気もするけどな。女性者はいないですね。はい、ということで、この試合勝つことができました。パチパチパチ。次はですね、12位のメンソーレ那覇なんで、これはもう勝たないといけませんね。ちょっとメンバー落としても勝つぐらいでないと先が危ぶられます。ということで、今年も開幕から連戦続きますが、しっかり勝って、今年は、中より、中の上ぐらい行きたいと思います。優勝はまだ早いかな。まあ、ジャパンカップ、昨年優勝してますからね。行けるとこまで行ってみたいのかな。まあ、でも選手育てることも大事なんで、悩むところではありますが、次の試合を頑張っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。